Number 10. Million Dollar Baby. 小さなボクシングジムを営むロートレーナーのフランキーのもとに、ウェイトレスで生計を立てる31歳の女性、マギーが弟子入りを志願します。フランキーは彼女の申し出を拒否しますが、ジムに勤める元ボクサーのエディは彼女の才能を見抜き、根負けしたフランキーはマギーを引き受けることにします。彼の指導でマギーはめきめき上達、試合も連戦連勝。そして、世界チャンピオンの座を狙えるところまで来たのですが、家族の愛とは無縁のロートレーナーとボクサーに実の親子より強い絆が生まれ、さながらロッキーのようなサクセスストーリーになるのかと思いきや、終盤、思いもよらぬ悲劇がマギーを襲うことになります。映画全体を通して、ロートレーナーフランキーの食材の物語のように見えなくもありません。映画は興行的にも成功し、アカデミー賞も主要4部門を独占しましたが、デリケートな問題を扱ったラストに賛否が分かれ、キリスト教団体、障害者団体から映画のボイコット運動まで巻き起こる事態となりました。受け入れがたいラストではありますが、モーガン・フリーマン演じるエディが決断を迫られるフランキーに向けられた言葉に、かすかな救いを感じるのでした。人は毎日死ぬ。床掃除や皿洗いをしてね。そして、人生を悔いながら最後を迎える。彼女に悔いはない。最後に思うことは、いい人生だったと。アンタイトルムービーへようこそ。今回の動画は、イギリス映画雑誌エンパイアが発表した落ち込む映画ランキングトップ10です。なお、この動画を最後までご視聴した後のメンタルコントロールは十分にご注意していただきますようお願いいたします。No. 9. Lilia Forever。 旧ソ連の裏ぶれた町に暮らす16歳のリリア。一緒に暮らしていた母とその恋人はリリアを一人残して去ってしまいます。日に日に悲惨さを増す孤独な生活の中、リリアの前に現れた一人の男。スウェーデンで一緒に暮らそうという彼の言葉に、リリアは目を輝かせます。しかし、彼女を待ち受けていたのは、非常なる現実だったのでした。残念ながら日本では、DVD 化も配信もされていない作品です。実際に起こった事件を元にした、売春奴隷犯罪について描いた映画ということで、これだけ聞いただけで相当ヘビーな内容であることがうかがえます。 No. 8. スウェーデンの漁村で牧師をしているトマス。彼は自分の信仰に自信が持てなくなっていました。そんなある日、彼のもとに神経衰弱の夫を持つ女性が現れ、夫の悩みを取り去ってほしいと訴えます。しかしトマスはありきたりの言葉でしか答えられないのでした。鏡の中にあるごとく、沈黙とともに、イングマール・ベルイマンの作品の中でも闇深い神の沈黙三部作の一つ。恋人関係が終わってもトマスを慕い続けるマッタが、トマスの心の奥底にある思いを鋭く指摘します。神の沈黙だなんてバカバカしい。元から神なんていないのに。あなたは神を信じ込もうとしている。無理やり、感情的に。キリストに関心などないくせに。そしてトマス自身の口からも。私は聖職者失格だ。私だけを愛してくれる神を作り上げた。私の神は優しい答えを返す都合のいい神だ。ベルイマン自身、牧師の息子で宗教的偽善に耐えきれず演劇の道へ進みます。彼の作品の中で最も自伝的要素が強い作品です。日本人にはピンときませんが、信仰の厚い欧米の人たちからすれば、この神の沈黙はかなり酷なことなのでしょうね。重苦しく希望を見出せないような中、苦しみうなだれる牧師に教会の窓から冬の光が差し込む。かすかな希望の光のように見えますが、北欧の早い夕闇が忍び寄り、その光は静かに薄れていくのでした。
Number 7. Dancer in the Dark. アメリカの片田舎。チェコからの移民、セルマは息子ジーンと二人暮らし。つつましくも隣人たちの友情に包まれ、生きがいであるミュージカルに打ち込む日々を送っていました。しかしセルマには悲しい秘密がありました。彼女は遺伝性の病で視力を失いつつあり、手術を受けない限り、息子のジーンも同じ運命をたどることになるのでした。仕事を掛け持ちしながら手術代をコツコツ貯めていたセルマだったのですが。え、7位でいいんですか？ラース・フォントリアーの革新犯的な誘導により、シングルマザーの女性に次々と不幸な出来事が襲い、救いがなさすぎる結末を迎えてしまう。暗い、重すぎる、うつ映画、胸クソ映画、二度と見たくないなどと、悪名高き映画として知られている作品であります。しかし、確かに流した涙が引っ込んでしまうぐらい衝撃のラストではありましたが、これは絶望の物語ではありません。絶望の先にある希望を見出した物語とも言えます。私の中では2000年以降制作映画での最高傑作であり、オールタイムベストでも軽くトップ10入りするであろう映画です。この作品に出会うために映画を見続けていたと言ってもいいぐらい心を揺さぶられた作品です。セルマの空想の中のミュージカルシーンは性のエネルギーが満ち満ちていて、言いようのない涙が溢れてきます。エンパイア誌の編集者さんにも単に落ち込む映画として片付けてほしくないです。救いがなさすぎる。救いのない中にこそ救いがあるんです。これは母から子へ受け継がれる愛の物語なのです。Number 6. Grave of the Fireflies. 昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。亡霊となってさまようセイタが神戸三宮駅の大きな柱の脇に座り込んで動けなくなった自分の姿を見つめながら語り出します。そしてここに至るまで14歳のセイタが4歳の妹節子と共に戦時下でどのようにして生きてきたかが蘇ってくるのでした。日本映画がここにランクインするのは喜んでいいものか非常に複雑な気持ちになりますね。この映画を見て落ち込んでしまう。というような単純な感情ではなく、言いようのないやるせなさを感じてしまうのは私だけではないでしょう。その言いようのないやるせなさというのは、戦時下という過酷な状況とはいえ、もうちょっとなんとかなったのではないかと。おばの家で邪険に扱われても、毎日ブラブラしてないで、家の手伝いとかして、うまく立ち回って居座っていれば、最悪の結末を避けることができたのでは。二人だけで、防空壕で生活するなんて。母親が残してくれた貯金も、まあまあな金額がありましたし。ただ、14歳の子供にそこまで求めるのは、酷なのかもしれませんね。おばの二人に対する扱いが、ひどすぎる。という意見も多く見かけますが、いや、親戚なんてそんなもんです。所詮他人です。結局のところ、ミリオンダラーベイビーと同じように、主人公セイタの食材の物語のように思えます。大切な肉親を失い、自分だけが生き残ってしまった。原作者の野坂昭如も肉親を失った経験から、ホタルの墓を描いたと述べています。ただ、永遠に成仏できずにさまよう姿はあまりに辛すぎます。Number 5.21 grams。 医師から余命1ヶ月と宣告され、心臓移植の提供者を待つポール。神への信仰に目覚め、真面目に暮らす前科者のジャック。優しい夫や二人の幼い娘と共に幸せな日々を送っていたクリスティーナ。ある日ジャックの運転する車がちょっとした不注意でクリスティーナの夫と娘二人を引いてしまい、三人とも命を落としてしまいます。その頃、ポールのもとに病院から心臓移植の連絡が来るのでした。出会うはずのなかった三人の人生が、この交通事故をきっかけに絡み合っていくのでした。3人の人生を時間軸を複雑に交差させながら進められていく展開に非常に難解で置いてきぼりを食らいそうになりますが、次第に点と点がつながってきます。
心臓移植のおかげで文字通り生まれ変わったポールは、自分の命を救ってくれたドナー提供者のことを知りたいと思うようになります。裏ルートを使い、家族を失った孤独のクリスティーナにたどり着きます。そして、3人の命を奪い、皮肉にも1人の命を間接的に救ったジャックは、第8位の冬の光同様、神の沈黙、神の不在を思い知らされることになります。人が死ぬと、21g だけ体重が減るそうです。どんな人も。500円硬貨3枚分、ハチドリ1羽の体重、チョコバー1個分の重さ。21g とは、何の重さなのか。計り知れない命の重さを、ずっしりと思い知らされる作品です。No.4 La Strada。大道芸人ザンパノは、はした金でジェルソミーナを買い、芸を仕込み道化師として旅回りに同行させることになります。そやで乱暴なザンパノは、ジェルソミーナをこき使い、時には暴力を振るい、彼女を従わせます。ジェルソミーナは、何度も彼の元から逃げようとするのですが。フェデリコ・フェリーニ初期の代表作であり、彼の中で最も愛されている作品なのではないでしょうか。しかしそんな名作も、大道芸人ザンパノのジェルソミーナに対する扱いはひどいものです。本人の意思など関係なくはした金で買い、旅芸人としてこき使い、オート三輪の荷台で存在な初夜を済ませ、暴力で言うことを聞かせ、フェリーニ好みの巨乳巨尻の女を見つけると、ジェルソミーナを街に放り出し、その女とどこかへしけ込んでしまう。酒癖が悪く、犬のように吠えることでしか自分を表現できない。ジェルソミーナは、そんな男に嫌気がさしながら、何の取り柄もない自分にも嫌気がさしてしまう。そんな時、旅先で出会った青年にこう言われます。この世で役に立たないものは、何一つない。この言葉を聞いたジェルソミーナは、こんな私でも、彼の役に立てることがあるのでは。私がいないと、彼は一人ぼっち。彼のいるところが私の家。ちなみにジェルソミーナは、ジャスミンの花の意味。花言葉は、愛らしさ、素直。以前この作品を紹介した時に、ザンパノが海辺でジェルソミーナへ思いを馳せ、慟哭したと表現していたのですが、改めて見直すと、実際は慟哭というほど声を上げて泣いておらず、むせび泣く、おえつを漏らすという方が正しい表現。細巻きながら人間性を取り戻したザンパノの深い悲しみや後悔が、慟哭のように聞こえてしまったのかもしれません。No.3 Leaving Las Vegas。 重度のアルコール依存症のため映画会社をクビになり、妻と子供も出て行ってしまった脚本家ウェン。ハリウッドでの生活を捨てて一路ラスベガスへ向かいます。このラスベガスの地で死ぬまで酒を飲み続けようと決意します。ある日、ウェンはベガスの街で娼婦サラに出会い、彼女に惹かれます。そして、娼婦の生活に疲れていたサラも、ベンとの語らいで、束の間の安らぎを感じるようになります。詳しくは、映画の中のクス男をご覧いただきたいのですが、彼らのような、社会から阻害された人物を描いた映画って、基本、大好きです。No.2 They shoot horses, don't they?1930年代、大恐慌時代のアメリカ。とあるダンスホールで、高額な賞金のかかったダンスマラソン大会が開催されます。老いた水兵や身重の女性、スター志望の女優など、様々な人が参加する中、ロバートとグロリアは成り行きでパートナーを組むことになります。そして、時間を追うごとに脱落者が次々と出てきます。1時間50分踊って10分休憩し、昼夜ぶっ通し、何十日も踊り続け、最後に残った者に賞金が与えられる。司会者や観客は出場者を煽りまくり、途中、競歩までさせられ、1人、2人と脱落していく。一体、私は何を見せられているんだろう。ジェーン・フォンダも、目の下にクマ作って、どんどんやつれていきますし、正直困惑しながら見ていましたが、実はこのダンスマラソン大会自体が、
社会の縮図なのではと。結局人生というものはダンスホールで踊らされているだけなのでは。理不尽に思えても踊らないことには先に進めない。力尽きてしまえば社会からドロップアウトしてしまう。アメリカンニューシネマらしい題材です。現代は彼らは廃馬を打つ。骨折などで使えなくなった馬は殺処分されてしまいますが、それがこの映画のラストで象徴的に描かれています。Number 1. Requiem for a Dream。 孤独な未亡人サラはある日、大好きなテレビ番組から出演依頼の電話を受け、思い出の赤いワンピースを着て出場しようとダイエットを決意します。しかし食事制限はうまくいかず、友人の紹介で医師にダイエットピルを処方してもらうことに。一方、ドラッグに溺れるサラの一人息子ハリーと恋人マリオンのもとに、友人のタイロンが麻薬密売の話を持ちかけます。一時はそれぞれに人生がうまく回り始めたかに思えたのでしたが、検索してはいけない見たら10歳老けてしまう精神的苦痛を味わえる映画でも紹介しています。動画で紹介する作品はすでに見た作品でも直前に鑑賞するようにしていますが、この作品に限ってはやだなぁ。だってドラッグ中毒を疑似体験させられるような映画じゃないですか。ガンギマリの本人は気持ちいいでしょうけど、見ているこっちはたまったもんじゃありません。この映画を見てからサプリとかでさえ飲むのが怖くなってしまいました。薬物防止を訴える啓発動画とかありますけど、そんなものよりこの映画を見せた方が効果てきめんです。最初はごく普通の人だったのに、ちょっとした孤独から次第に依存気質になってしまい、破滅の道へと転げ落ちてしまう恐ろしさ。象徴的だったのがダイエットを始めた未亡人サラ。演じたのはエクソシストで悪魔に疲れた娘の母親を演じたエレン・バースティン。まさか27年後に自分が疲れてしまうとは思ってもみなかったでしょう。 最後までご視聴ありがとうございました。